ご紹介します。リハマのパソコムプラザの増田由紀先生です。よろしくお願いします。生徒さん、うちの教室の生徒さん60代、70代、80代、90代といらっしゃって、あのスマホの会社の人もお使いのスマホ何ですかって聞かれた時に、どちらかといえばちっちゃいパソコンを1台買ってポケットに入っちゃってるなっていう感じなんです。で、皆様が避難所に行っちゃったら、今スマホなんだけど、なんだか宝の持ち腐れのような気がするっていう方は、使ってない絵柄とかいっぱいあるはずなんです。怖いしない。でもね、押しても爆発とかしないから大丈夫。とりあえず押してみる。それってせっかく入居した部屋なのに、いつも玄関とリビングしかいないのと同じで、顔を見ながら話をできますから、遠く離れたご家族の方と、例えば元気って言われて元気だよって、大切なのはですね、生かすってことです。何でも電化製品でもそうだと思うんです。買って生かさなかったらもったいないんですよ。もうシニア世代の人だなと思ったら勧められるの決まってくる。特別シニア仕様じゃなくても大丈夫。もう大体ね、共通なんです、絵柄というもの。それからカメラって書いてあって、カメラの絵してたらそれやっぱりカメラなんですよ、どこのスマホでも。はい、今日はあの時間を取っていただいてどうもありがとうございました。